こんにちは、ジャンゴです。今回は、デッドバイデイライトモバイルやっていこうと思いますということなんですが、前回ね、ドワイト、フェアフィールド、最初から使ってたやつがね、レベル30までとりあえず上がったので、ちょっと違う子を使ってみようかなということで、クローデットモレルを選んで、始めてみましたが、まぁ、ちょっとレベル1なのでね、なんだっけあれ、4つ持っていけるやつね、1つしか持ってないので、ちょっとね今回は一瞬でやられてしまうのではないかという不安があります。ちょっとね味方の位置とかも分かんないし、殺人鬼の位置とかもねちょっと把握する術がないので、心臓の鼓動以外もしかしたらね、本当にすぐ終わっちゃうんじゃないかなということを思ってたりはするんだけど、まあなんとかね、可能な限り生き延びてやろうと思います。さあ早速ね、でも一応仲間と合流できたので、2人でね発電機を、修理していますよというところで、この辺まあ順調かなという感じですね。さあこれ付け切っちゃいたいね。 OK かな。 OK。 さあ続いて、鼓動はするけどどこにいる。わからんな。まあそもそもね、ちょっと居場所をね把握する術がないんでね、まあこれちょっと修理するか。とにかく動いてない発電機を見つけては、恐ろしい恐ろしいね。ちょっと助けてあげようにもあまりにも心細いからね、装備が。ただ持ち上げられてんの、あれ見えたね、ちらっと。さあちょっと吊るされてる間に一旦ねここを少し進めていきたい。あっちで吊られた、ここ来るかな。ここに来るかどうかっていうのもちょっとわからんところなんだけど、さあちょっと一人でもこれつけ切るか。あでもつけ切れそうじゃない。つけ切っちゃいましょうか。で、つけ切った上で、いや、すごい鼓動が近づいてる。こっちに逃げとくか。あんまりね、あれこれ一番最初につけたのがこれだっけ。さて、ちょっと待てよ。助け出せたっぽいね、誰かが言ってくれて。あと2台か。
なんとか、あっちだ。今ちょっと丘の上にいた気がする。こっちに逃げよう。ちょっと足音くちょ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 しすぎじゃない？この子。ドワイトもこんなだっけ？あ、ちょっと待って。どっから来てる？あー、いた！やばい！ちょっと待って、ちょっと待って。おー、怖っ。恐ろしい。あー、ちょっと待って。うわ、ちょい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 。一旦逃げよう。追ってこないでくれ。ちょっとセルフケアっていうの試したいんだけどさ、ドクドク言ってたら、なあ、ちょっと待って。まだ追ってきてる？ちょっとわかんねえな。あー、いる。ちょっと待ってくれ。逃げる逃げる。何今の。ちょっと待って、安全な場所まで逃げて治療したいんだけど、さっきから毒々。どっから来てる？全然わかんないんだけど。ちょっと待って、怖すぎ。どっから来てるか全然わかんないけど。ちょっと治療する？わあ、怖っ、怖っ。ちょっと待って。追ってきてる？追ってきてるかどうかがわからん。あ、でもちょっと待って、わかんない。一回治療するか。ダメだ、ドクドクしてる。開いてる、オッケー。ちょっと待って、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 オッケー、よかった、逃げれた。はぁ、結構来てた。危ねえ。全員脱出したみたいだね。よかった。はぁ。はい。まぁ、ちょっとね、レベル1状態で逃げ切れるのか非常に不安だったんですが、なんとか逃げ切れましたね。よかったよかった。危ねえ。しかも全員脱出できたみたいですね。よかったよかった。まぁ、鬼の方も、あれかな、一つしかセットしてないから、もしかしたら、殺人鬼で鬼を使うの初めてだった人かもしれないですね。ふぅ。はい、レベル2になりました。あ、有能の証明が早速、ゲットできる。それは素晴らしいね。これもうレベル2で2個目つけれるんだっけ？これ有能の証明つけるか。うん。
はい、じゃあ今回はこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょ。